みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。稲妻チャレンジャー、脇をパンチ、トンチを効かせてスライディング、ドロンコまみれが勇ましく光るぜ。ドンヨーグチャレンジ精神、ドンフライめげずにファイティング、悔しい気持ちも終わり変えようぜ。汗かきネソかき夢育ち、俺はもうあなたの指示では戦いません。俺たちもキドと同じ意見です。お前たち勝手にすればいい。私にもお前たちなどもはや必要ない。影山レイジ、一緒に来てもらおうか。お前には聞きたいことが山ほどある。40年分洗いざらい入ってもらう。エミ、総帥は俺が罠に気づくかを試して。だがなぜ。決戦帝国学園後編。その目でお前の教え子たちから見捨てられた理由を探すんだな。フットボールフロンティア地区大会決勝、果たして優勝は帝国か、それともライモンか。試合開始。初めに攻め込むのはライモンだ。ユカ、俺はお前に誓った。お前が目覚めるまで勝ち続ける。斧鳴神ディフェンスに行く。潜むか。帝国学園源田のパワーシールド、これぞ全国ナンバーワンキーパーの実力だ。パワーシールドにはどんなシュートも通用しない。さすがですね。あの源田から点を取るのはかなり難しいですよ。私は彼より優秀なキーパーを知ってるわ。遠藤君。キド、ギドウは勝ち続けなければ妹を引き取ることができないのだ。忘れるな。ライモンが勝てばギドウたち兄弟は破滅する。だからって手は抜かない。俺は正々堂々と戦うんだ。本当に戦えるの、遠藤君。五条ドリブルからパス。ギドウ受けて少林寺をかわした。この試合絶対に勝つ。春菜と一緒に暮らすためには
影山総帥ではなく俺を信じてついてきてくれた仲間たちのためにも、そして試合続行を認めてくれたライモンへの感謝の証だ。自分キードを上げた。アクレスショット。今の遠藤ならあれくらい。熱血パンチ。あと弾きそうなった。ゴールポスト。ライモン助かった。あれ、落ち着いていこう、エンド。ああ帝国起動のコーナーキック。サークマヘディングシュート。あとこれはエンドの正面。ファンブル、ファンブル。慌てて抑えた。どうしたんだエンド。やっぱり。遠藤からのパス。軌道が奪った。お兄ちゃん、軌道家に引き取られてから一度も連絡してくれなかった。お兄ちゃんは変わってしまった。そのはずだった。でも自分の手で監督の不正を暴き出した。正義感の強いところは変わってない。お兄ちゃん。春菜、危ないから下がってろ。春菜をいじめる奴は許さない。どれが本当のお兄ちゃんなの。センタリングを上げさせないっす。起動ヒールリフトで亀山を抜く。遠藤と一対一だ。遠藤、ライモンが勝てば軌道たち兄弟は破滅する。帝国先生か。おっと、ゴエッジだ。前線から戻ったゴエッジがシュートブロック。あっと、軌道足を痛めたか。同面試合を止めた。サンキューゴエンジ。ゴエンジ。さすがはゴエンジだ。ハルナ、どうして。私にだってわからない。気づいたら体が動いてた。たった二人だけの兄弟なんだよ。私ずっと待っていたのに。あ、やっぱり私が邪魔なんだ。一度もなかった。お前を忘れたことは一度も。起動ピッチに戻った。どうやらプレーには問題ないようだ。ドラゴンクラッシュ。だがこれも跳ね返される。ファイヤートルネード。残念だったな。パワーシールドは連続で出せる。なるほど、衝撃波でできた壁というわけか。起動、この足に誓って必ず勝つ。ゴッドハンドを破るために編み出した必殺技。皇帝ペンギン。ものすごいシュートがライモンゴールに迫っていく。そうだ、起動ゴッドハンド。遠藤君、
ち破ったのは帝国の新必殺シュートだ。天才ゲームメーカー機動優斗、ここにあり。グラウンドで指揮するようにサッカーという楽曲を奏でている。ここで前半終了。終了間際に先制した帝国のリードで折り返しです。イナズマイレブン。さあ来い。おどうしたんだエンド。俺にもわからない。一つだけ言えることがあるわ。今のあなたには私をサッカーに引きつけたあの輝きがなくって。影山に何か言われたのか。いえ、ダイモンが勝てば二人は一緒に暮らせないんだ。かなり足に負担がかかる。今の軌道ではあと1回打てるかどうか。お前たちがフォローしよう。後半キックオフ。開始早々帝国が攻め上がる。いつも通りに。エンド、もう1点取って試合を決める。気遣いなら無用だというのに。軌道ボールを上げた。風丸、お前が調子の悪い時は俺たちがフォローする仲間だろ。なんとライモンディフェンス陣が集結。シュートの嵐をライモンディフェンス、体を張って防ぎ続ける。みんな今だ。メスゾーン。ライモンディフェンスに反応できない。防げるかエンド。体で止めに行った。ドモン、ドモン防いだ。ステミのプレーだ。ドモン大丈夫か。ああなんて無茶を。デスゾーンはこうでもしなきゃ止められない。エンド、俺もライモンイレブンになれたかな。当たり前だ、お前はとっくに仲間だ。そっか、いい仲間を見つけたな、ドモン。ドモン。エンド。俺がサッカーにかける情熱のすべてを込めたボールだ。ゴエンジ。グラウンドの外で何があったかは関係ない。ホイッスルが鳴ったら試合に集中しろ。そうか、俺迷ってたんだ。軌道のこと気にしてないつもりでも心のどこかで気にして力を出せなくて。俺、自分の大好きなものに嘘をつくところだった。大事なものなくすとこだった。ドモン無念の退場。影野が交代で入ります。帝国変身コーナーキック。ボールは軌道へ。そしてそしたら再び軌道へ。ツインブルスト。新たな必殺技が遠藤に襲いかかる。もう迷わない。堂々と戦って軌道には最高のプレーで応えるんだ。ゴー。遠藤にも止まらぬ連続パンチ。これは新必殺技か。爆裂パンチ。それでこそ遠藤だ。二
超遠藤完全復活だ。遠藤くん、ドラゴンクラッシュ、パワーシールドには通用しない。パワーシールドは衝撃波でできた壁、弱点は薄さだ。遠くから飛んできたものは跳ね返す。至近距離から押し込めば、何、ぶち抜ける。ドラゴン、トルネードゴール、ライモン同点に追いついた。よし、ゴーエンジ、この短時間にパワーシールドを攻略するとは。もう天はやらない。見せてやる、パワーシールドを超えるあの技を。たとえこの腕が壊れようとも。任せたぞ、俺は必ず次の一点をもぎ取ってみせる。まさに一進一退、なんという激しい試合だ。試合終了時間は刻々と迫っている。このまま PK 戦か。双方疲労困憊、体力の限界はとっくに超えている。これは皇帝ペンギン2号のフォーメーション。この一蹴りで足が壊れようと構わない。俺についてきてくれたチームのため。そして、皇帝ペンギン2号、止める、絶対に止める。ゴッドハンド、ゴッドハンドが押されている。やはり皇帝ペンギン2号にはかなわないのか。遠藤、押し込まれる。遠藤、止めきれなければこのままゴールとなってしまう。このボールだけは絶対に絶対に止めるんだ。なんと両手でのゴッドハンドだ。エンドを受け止めた。帝国渾身の皇帝ペンギン2号を受け止めていた。エンド、エンド、エンド、稲妻チャレンジャー、行くぞ。エンドが守り抜いたこのボールは絶対に、つないでみせる。どんどんこよわきパワーシールドを超える最強の必殺技、フルパワーシールド。それよりみんなお待ちかねだぞ。ユカ、帝国に勝ったぞ。この胸の熱くなる感覚、はあ、これがサッカーだったな。帝国の選手はお前を見限ったからこそ
こんな素晴らしい試合ができたんだ。愚かな。負けて何が素晴らしい。敗北に価値などない。彼らだけじゃない。サッカーを怪我したお前はサッカーにも見捨てられたんだ。お前は何も分かってはいない。負けたのは俺の力不足だ。みんなついてきてくれてありがとう。キド、ここから始めようぜ。俺たちの新しいサッカーを。先輩、待って。春菜。私を引き取るためにお父さんと約束したって。ああ連絡くれなかったの、私のためだったんだね。お前と暮らすためならどんなことも我慢できた。だがすまない。うん、私音なしのお父さんお母さんと暮らせて幸せよ。え、音なしで、うん、音なし春菜がいいの。そうか、いい父さんと母さんなんだな。うん、何も変わっていなかった。あの頃と同じまま。ありがとうお兄ちゃん。関東地区大会優勝チームはライボン中学サッカー部です。やったぞ。自分の大好きなものに嘘をつくな。以上。